お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯は焼肉丼でございますね。牛カルビ肉を買ってピーマン、しめじ、玉ねぎを乗っけた、ボリューミーにあるボリュームある丼でございます。で、あとはですね、玉ねぎの味噌汁でございます。玉ねぎとじゃがいもの味噌汁でございます。お酒は焼酎のサイダー割りでいきたいと思います。で、明日はね、仕事はありません。この敬老の日でございます。ですからね、うちの父も法令なんで、まんじゅうでも買ってあげようかと思っております。ただですね、台風がやってくるので極力ね、まあ行かないようにしたいんですけどね。まあ敬老の日なんかね、今日はちょっと運が悪かったのでね、まあ外に出る日もね、極力少なくして、行きたいと思いますね。皆様もぜひお年寄りを大事にしましょう、ね、敬老の日じゃなくてもね、お年寄りを皆さんね、大切してくださいね。よろしくお願いいたします。で、あとですね、お知らせがございまして、9月24日、朝10時でございます。私、久しぶりに、ライブをね、やることに決まりましたが、メンバーシップ限定にしたいと思います。ね、どうしてかと言いますとですね、前にも話した通り、今後 VTuber としてやっていこうかなと思ってたんですが、ちょっとね、高額なんでね、できないことと、あとパソコン、私のね、まあ、これ父のパソコンなんですけどね、アプリがですね、反応しないところがございますのでね、ちょっとやっぱりね、お金がかかるということなんで、ライブを再開しようかなと思ったことと、あともう一つはね、これも皆様ご存知の通り、最近仕事が忙しくてですね、疲労困憊となって、ライブができないという状況なんですが、それでもね、ライブをやってほしいという方もね、いらっしゃるとは思いますのでね、ライブをすることになりましたが、私個人はですね、あまり顔をもう出すこともしたくないのでね、メンバーシップという形でね、やっていきます。よろしくお願いします。で、今回はね、試験的なので、1時間半でね、終わりたいと思います。またメンバーシップなんでね、まあ一人も来なくて30分で終わればね、やめたいなと思ってますのでね、よろしくお願いいたします。今日の夕飯動画と告知でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。それでは皆様ありがとうございました。